職業能力開発校帰宅未熟は、職業訓練法人機、匠職業訓練協会設立が運営する職業、能力開発校である。職業能力開発促進法に基づく、認定職業訓練による、職業訓練施設として2001年に設置された、岐阜県中津川市にある。木匠未熟は、地元の森林、 林業、木材産業関係者の思いを集約して、伝統的な木材利用に関する技術や文化を、時代を担う若者に伝えたいという思想を持っている。現場実践を重視し、地域の木材産業を中心とした、地域社会の発展、向上に資する人材の育成を目指す。普通職業訓練普通課程を実施している。訓練科は、建築士後継木造建築家である。 高等学校卒業者程度以上、かつ、建築関連企業において、一定の勤務経験を有するものとする。定員30名、以下のカリキュラムがある。2002年から毎年、岐阜県立森林文化アカデミーより宅を受けインターンシップを行っている。2007年、2008年には、名古屋建築技能大学校と合同実習を行っている。 AB みんなで作る気の学校職業能力、開発校、帰宅未熟未来の力職業能力、開発校帰宅未熟中津川の、帰宅未熟で、共同実習帰宅未熟で、共同実習。ありがとうございます。